日本はちょっとのんびりしてるなと思うのは、はい、向こうでアメリカでこんな話も出てる、そうなんですよ、なんかちょっと半分僕はワクワクするんですけど、はい、日米は中国との戦争に備えよっていう話が出てる、はい、結構今日の番組はかなり刺激的ですね。踏み込んでますよね。はい。これどういう論文かというとですね、うん、最近あのランド研究所、はい、はい、まあ、空軍がもともと、はい、1950年代に作った、うん、有名なシンクタンクなんでございますけど、はい、ここにですね、うん、なんと今日本研究者、はい、日本専門家、日本にも留学してたのかな、はいはい、日本語ベラベラのですね、うん、ジェフリー・ホーナンさんという方が、はい、また同じくこのウォー・オン・ザ・ロックに、うん、一つ論文を書いておりましてですね、はい、どういうことを書いてたかというと、今日本は中国、アメリカと一緒に中国と戦うことを決意しないと、はい、いろいろ問題ありすぎるから、そう、負けちゃうよ。決意してほしいですよね。はい、本当にということです。はい。はい、中国の軍事的挑戦は今後も続く可能性が高く、バイデン政権の最優先課題の一つとしてですね、うん、まあ、台湾の話と、はい、まあ、日本がどうするかっていう話をいろいろこう、はい、議論してるわけですよ、うん、でその中で言ってるようにですね、このジェフリー・ホーナンさん何を言ってるかというと、結論としてこの議論、結論、日米は軍事同盟なんですよと、はい、ね、まあ、まあ、真っ当なこと言ってるんですよ。我々ね、日米同盟って普通に言ってますけど、あれ本当は軍事同盟ですからね、はい、日米同盟は軍事同盟なので、中国としっかりと戦えるようにしておかなきゃいけないですよねっていう、当たり前のこと、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、なかなかそこは自民党の議員から口が裂けても出ない話ですね。まあそうなんですよね、はい、まあ、まあ日本人も聞きたくないと思ってる国民がやっぱり多いと思うんですけど、うん、まあ、実際こういう話がやっぱ出てきててですね、はい、で、じゃあホーナンさん、これ日本の、まあ、日本かなり専門的に見てる方なんで、うん、問題として実際この日米としてはですね、うん、中国に対抗していく上で3つポイントがあると言ってますよ、はい、うん、1つ目、やばいのはですね、うん、法的な面で弱いと、日本がです、ね、はい、でも当然なんですけど、この、はい、自衛隊法とかも含めてですねもう戦えない法律ですよね。戦えない法律です、はいはい、これ1点目、結局岡崎久彦さんが言ってましたけど、はい、日本のね、戦争に対しての考え方っていうのは、はい、新幹線のチケットは、うん、指定席のチケットは持ってるけど、うん、座っちゃいけないんだと。ああ、うまいこと言う。確かに。チケットは持ってるけれども、はいはいはい、座っちゃいけないっていう。そうそうそう。はい、そういう法律なんですよと。はい。はい、いいですね。法的な面で、はい、まあ、決定的に弱い。はい。はい、2つ目、うん、台湾有事のプランがない。うん、ああ、これはそう。これ、アメリカもないからね。アメリカも、はい、アメリカも日本も台湾有事の際にどうしますっていう、はい、コンティンジェンシープランは全然出てませんよねっていう、はい、まあ、これアメリカ側もないって彼は言ってますから、はい、まあ、そういう意味での、はい、まあ、ちょっと難しさがあるな、はい、まあ、確かにそうですね、はい、シミュレーションやってるんですよ、シミュレーションやってるんですけど、うん、本当にこうやって戦おうっていうプランみたいなものは全然作成してないし、はい、いいですか皆さん、日本って戦争するようなプランを実は統合幕僚本部とか倒幕が持ってるんじゃないかっていう人、たまに陰謀論で言ってる人いますけど、あれはそれは陰謀論だと、いや、まあまあまあ陰謀で言ってる人はいますけど、実際聞いてる限りというか、まあないですね日本は戦争計画とか全然ないです。某英商に出入りしてる男がこんなこと言ってますけど、大丈夫ですか大丈夫ですか、いやいや、でも対外的にもないって言ってますし、はい、あれはないですわ、ね、ないですないですわ、はい、持っててくれ、そう、むしろ持っててくれですよね、はい、じゃあもうさあ、はい、もう書いてる、分かってる人いますね。自衛隊が戦えるというのは物資がないと物資がないと、はいはいはい、で3番目、はい、これですね、これ言われると痛いな、装備、特に継戦能力が決定的に欠ける。ああ、もう書くなよ、これって感じなんですけど。これは本当のことです。はい、金岡山先生。ですね、はい、皆さん、映画、シン・ゴジラ、はい、見られた方いらっしゃいますか、ね、はい、出た。はい。ゴジラの、あれ、第三形態っていうんですか、はい、一番最後の、うん、もう、こう、手が出てきて、はい、鎌倉の方から、由比ヶ浜かどっかから上がってきて、うん、で、綱島街道上がって、こう、うん、北上するじゃないですか、はいはい。で、北上してきたゴジラを、多摩川のあたり、まあ、武蔵小杉のちょっと向こうですね、はいはい、あそこで迎え撃つ多摩川の戦いっていうんですか、あれなんかちょっと名前ありましたけど、はい、あそこで一丸式戦車、はいはい、とか、まあ、戦闘機とかこういろいろわっと来て、普通とか、はい、出てきてやりますよね、はい、あの戦いで弾が切れたっていうシーンが、最悪ですよね。はいはい。撃、はい、って全部、タバ作戦でしたっけ、はい、あ、マルコバチの決戦。マルコバチ。はいはい。そうです、マルコバチの。はい。あそこ戦いますよね。はい。で、あの戦いの時に、弾なくなりました、はい。あれは、
結構真実に近い、リアルに近いということらしいですね、はい、いやこれね、はい、あれでも言ってましたね。なんですか、私の知ってる、元空人の人も、はいはいはい、言ってましたよ。弾がすぐなくなるんだと。だから演習で、はい、なんか1秒あたりに、そう、保管できない、バババババッと出るじゃないですか、連射砲とか。ああいうのもすぐなくなるから、うん、あの練習でね、もう打ちたいだけ打つなんてできないですよ。あ、まあ、そもそも持ってないと、はい、残念ですけど、はい、だから本当に効く装備じゃないんですよね、うん、弾持ってないわけですから、はい、いやまあそういうところもあるって、はい、まあ、彼はやっぱその辺知ってるんで、継戦能力、はい、つまり最初の一発二発はまあまあいけるんだけど、はい、その後にじゃあ1週間戦えますか2週間戦えますかっていうと、うん、まあ、決定的な弾不足がまあたたってですね、はい、全然長期戦をもうできないという状況になって、はい、いやこれなんですよね本当、まあ、そういうところ3つ弱点を挙げてましてですね、はい、まあ、結果的に彼が言ってるのは、まあ、そういう具体的な、ね、あの法律の分析とかもいろいろ言ってるんですけど、はい、うん、日本が本当に戦える状態の、つまり僕はあのよくウォーファイティングとか言うんですけど、はいはい、このウォーファイティングできるような状態になってないっていうところをしっかり言ってる、はい、指摘してるのはやっぱりこういうニュースを本当は新聞テレビでガンガンやって政府を突き上げなきゃいけないタイミングですよ、もうタイミングなんですけど、台湾有事だって言ってるのに、そうですそうですそうです、はい、うちのね、うん、対してお客さんも来ない番組でしかやってないっていうこれでいいのかと、うん、本当ですよね、ここは、まあ、ほら自衛隊の OB の方々は結構本書いたりとかして、はい、そういうことを言ってたりとか、うん、まあ、現役の人はそんな書けないですけど、はい、OB の方はまあまあその辺のことは、まあ、書いてるんですけど、もう構造的にやっぱちょっと無理だというところもあってですね、はい、なかなか厳しい部分がある、はい、でね、僕はこのジェフリー・ホーナンの話やっぱ聞いてて思ったんですけど、うん、はい、やっぱり僕もね、こういうこと言うとあれですけど、やっぱウォーファイティングの状況はやっぱ作っておいていただきたいんですよ、はい、うん、というのはですね、今ちょっと僕翻訳してもそろそろ出来上がる、うん、はい、まあ、明日明後日で仕上がるんですけど、うん、ある一つの本が、うん、まあ、クラズビッツに関する本なんですけど、はい、その中でですね、マイケル・ハワードという、はい、イギリスで有名な、はい、もう去年一昨年去年かお亡くなりになった非常に有名な方がいらっしゃいますけど、はい、その方がですね、まあ、クラズビッツの解説してるんですけど、はい、でそこで言ってるのこれです、すごいこと言ってます、うん、無血の勝利が可能となり得るのは、うん、戦略家が血を流すことに備えている場合のみであるって言い切ってるんですよ。あ、つまり、ね、本当に戦いたく、うん、まあ、戦う、まあ、一応武器はいろいろあります、うん、で戦いたくないんですよ、うん、で本当に無血の勝利でもう戦わずに勝つためには、うん、はい、武器は必ず血を流す準備はできてるかどうかっていう、はい、だつまり日本にそれを置き換えて言うと、日本が本当に戦える状態じゃないと相手を抑止できないっていうことなんです。そうでしょうね。でアメリカって、うん、日本にまあ駐留してますし、はい、なんかあんまり動きはしてないように見えますけど、うんうん、別のところでめちゃめちゃドンパチやってるじゃないですか、はいはい、未だに人死んでますから、はいはい、トランプ政権の中であんまり言われないことなんですけど、トランプは新しい戦争しなかったって、はい、まあ、確かにそれはその通りなんですけど、はい、イエメンとかで相当特殊部隊を送り込んだりとかしてやってますから、はい、習近平呼んで空爆もしてますからね。ああ、そうです、それもやってます、うん、はい、そういう意味では四六時中やってて血を流してるからこそ、うん、本当に中国もやべえからこいつらとはやっぱやらないっていうふうに未だに思ってるわけですよ、まあ、今船の数とかめちゃめちゃ多いけど。確かに、はい、か本気でやっぱ血を流すことに備えてられてるアメリカに乗っかって、我々は血を流さなくてもまあいいよねみたいな感じにちょっとなんか油断してるというか、まあ、油断してる、まあ、そうですね。20歳ぐらいに強かったボクサーがずっと試合やってなくて、うん、はいはいはい、30で復帰するっつっても、そいつ弱いだろうと思うもんね、うん、ロッキーのなんか第一作目みたいな話になっちゃいますけど、まあそういうことです、ね、うん、はいはい、だから、血を流すことに備えてるかどうか、はい、僕血っていう言葉を言っちゃうと、うん、ちょっとドキッとする人いるかもしれないですけど、はい、このね、血を流すことに備えてるかどうかっていうのは、はい、意識してもらいたいですね、もうちょっとね、うん、国防関係者および、確かにね、いや議員とかにもですよ、はい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 、ということなんですよね、うん、はい、なので僕はだからそういう意味ではまだ日本がこの法南氏にですね指摘された通り、うん、近代戦ができない体制になってるんじゃないかと。なるほど、すごい常に思うんですよ。で今回のほら大統領選のね、うん、まあ、巡るこのプロパガンダ戦でいろいろやられたじゃないですか、うん、ああいうとこっすよ、
そうですね、そもそも情報で、はい、ズタズタですから、ね、ズタズタでしたから情報戦でズタズタですからね、かなりの、発言権を持ってたと、はい、そうですね、あんなことやったらもう完全に負けますよって話です、はいはい、じゃあちょっとこれ、アメリカと日本と台湾が戦えるのかっていう表がね、ちょっと一応、はい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 、作っておりますので、はい、一応確認していきましょう。そうですね、アメリカは法律上も、はい、軍備上も戦えるし、うん、国民の士気もちゃんとあります。これ弾力的ですけどね、はいはいはい、民主主義の国だから。そうですね、で台湾有事のプラン実は持ってないんだと、うん、で日本どうなんだと、台湾がダメなら日本はダメになるよというとこなんだけど、もちろんないと、はい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 、で国民の士気、はい、当然ないです、はい、九条と、ね、日教祖の勝利ですよこれは。あ、なるほど。だって、はいはいはい、戦争をやるぞって言ったら僕逃げますっていう風に平気で言うやついっぱいいるわけです。まず戦闘機に乗って逃げるとか言う人結構いますけど、はいはいはい、乗せてくんねえだろう。まずその、ね、はい、最初に ね、 そうですね、はい、ありますよね。で、はい、長期戦で戦える装備じゃない、これさっき奥山さんが言った、あ、そうです、魔法なんか指摘してる丸子橋の戦い状態ですよね弾がなくなっちゃう、ね、ババって撃ってすぐ終わるっていう、ね、まあ本当はなんか、ね、最初の5分で弾切れです。そうです、ね、本当はなんですか。いやもう少し弾はあるんじゃないかって話なんですけど、もう少し弾、はい、なるほどね。戦争できない法律の状態、もしくは戦争できるチケットは持ってるけどその席には座れないと、うん、はい、そういう感じですよね。そうですね、はい、で台湾は一応戦争はできる国ですけど、まあまあまあ法律的に実は装備が実践的じゃなくて、そうです、ね、めちゃくちゃ弱いと、はい、めちゃくちゃ弱い、ね、ルトワックが言ってました、ね、この辺は、はい、相当、はい、もう激弱らしい、激弱ですね、はい、ようやく去年に地対艦ミサイルを、うん、配備するっていうのを決めて、うん、ようやくってことですね、はいはい、で、まあ、生き残りだから士気は高いでしょう、まあ、あと、まあ、はい、自分たちこそ台湾人だって言ったりもしてるわけですよね。でさすがにあるけれども他力本願、まあ、アメリカがやってくれるんでしょっていう感じでしか、はい、台湾は思ってないかなということですね、はい、なので、はい、実質ないってことです、台湾有事に対応するところ、はい、中国はずっと練ってるでしょう、はい、はい、そうですね。で和田さんがこれはちょっとこう、まあうね、まあ、日本近代戦できないって僕言いましたけど、和田さんもこっちちょっと言いたい、じゃこれちょっと、はい、次の厚労省も危機意識がないし、防衛省も危機意識がない、ね、結局、うん、今回コロナで危機だって分かったのに、はいはい、いろいろ分かったと、うん、これはなぜかというと日本マスクも作れなかったし、はい、ワクチンも作れなかったし、うん、ワクチンをこの5人分のやつを6人分にする効率の高い注射器先の方に残っちゃうやつね、これも作れてないわけですよ、はい、あ、なるほどね。これね、オペレーションができてなくて、はいはいはい、で、まあ、いざっていうね、これちょっと僕ツイートしましたけど、ファイザーから6月に6000万人分のワクチン買う契約をしてたのに、うんうんうん、最終契約をしなかったんですよ。へー、でこれ知らなかった。それで最終契約しなかったから、6000万そう人分のね、でこれがアメリカ国内に回されて取られちゃったわけですよ、グズグズしてたんで。でワクチンは絶対に世界中で奪い合いになることぐらい予想できてたわけじゃないですか、うん、あ、そうですね、こんなの、はいはい、そうですね、どこの国も欲しくて、うん、しょうがないから嫌だけど中国製を買うとか、うん、中国製のワクチンが欲しいっていう国も、はいはい、いるわけじゃないですか。本当はみんなファイザーが欲しいんですよ。そのファイザーが手に入ったのに契約しなかったわけですよ。でそれちょっと責められたから、田村大臣がね、はい、年内に7200万人分確保しましたって言ったんですよ、年内伸ばして、はいはい、ところがそれも実際は6人用の注射器ならっていう意味だったから、6人用の注射器が今日本、まあ、世界各国でもなんかみんななくて、そうっていうことらしいですよね。そうそう、作れない、はい、で、はい、結局この実は6月に失注した6000万人分を年内にもらうっていうことが後からもらうってことになった、うん、ああそうか、で、だから基本的には6000万人、これ自体国民をごまかす説明してるわけですよ。おっときたよ、はいはい、結局この理科、うん、まあ、2類相当を5類に下げないとか、うん、結局この注射器にしろ、ね、うん、ワクチンはまあ作れなかったかもしれないけど、うん、なんか注射器も増産できないし、うん、マスクもなかなか増産できなかったし、だから結局ね、うん、病院も増やさないし、はい、医療従事者の手当も増やさないっていう、はいはいはい、この時間も金もあるんだよ。確かに1年経ってる。そうですね、これに関してはちょっと言い訳できないですね、うん、だいぶ時間もあったしっていうところで、予算も5月につけてたんです、うん、これもう来るの分かってましたもんね。そうそうそう、分かってたのに予算もつけてたのに、うん、
やってないわけです。台湾有事はまあ10年後に来るかもしれないし、まあ、ちょっと幅がありますけど、はい、これね、わかんないですけど、これ法改正もできないし、ね、オペレーションもできなくて、こう大事なところに唯一安心できるのは日本がまだそんなに医療崩壊、まあ、ギリですけど、現場が強いだけです。現場の強さだけですね。現場の人間の強さで、本当に献身的な。やってるというだけで、はい、これ、これなんか、前と同じ構造ですよ。70年前と同じ構造ですね。そう。はい、だ現場の人間はすごいのに、結局、マスク作るとか、はいはいはい、ワクチン作るとかって手も打ってなかったし、はい、注射器も作れないという。だって、ワクチン打つって話は、去年の5月から出てたわけだから、全然全然その時に僕、はいはい、注射器の話とか、うん、その辺って厚労省ってこういう情報ないのっていう話じゃない。あ、そうですよね。そう、これ作んなきゃいけないね。ちょっと遅かったですね、はい、非常に。いや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 、ということなので、そうで結局みんな手作りマスクでやってるわけじゃないそうですね。いや、この辺はちょっとやっぱ上がもう少しっていう、いや本当に下の頑張りで、うん、こんだけの死者数に抑えてるっていう現実がやっぱあって、そうそうそう、しかもこれは先進国の中でぶっちぎりの低さであるっていう、20分の1、30分の1ですよ、はい、コロナの感染者数とか死者数だって少ないわけだから、うん、これは現場の人間とか国民が手洗ったりとかね、すごい一生懸命頑張ってるんだけど、このね、オペレーションのまずさとか、うん、そう、金も時間もあったのに、うん、何もやってなかったっていうね。もうちょっとですよね、はい、そう、下が強いからこそ上が弱くなる。あ、ね、いやもうね、本当それはね、ワクチン打ってないのは残念ですよね、うん、戦略がね、はいはいはい、分かるように、はい、この番組はできてるんですけど、うん、もっと分かりたいと、はい、理想のために戦略の改造、そして未来予測、いろいろ音声講座作ってます、はい、リアリスト入門とかね、うん、この辺も分かるとアメリカのことは分かります、はい、そしてもう米中激突ね、うん、コロナとフォースターニングでどうなるかということなんかも入れております、うん、そしてルトワックの理論ですね、はい、はい、これは何度も言ってますけど、はい、扶養処方で一番売れてる、売れてる、はい、はい、ルトワックのクーデター入門、そうですね、こちらになりますけどね、はい、はい、こちらですよ。そしてトリプルインベージョン、はい、中国が静かなる侵略をしているという話ですね、はい、はい、トリプルインベージョン、ヒルンハンドの、うん、まあ、前提知識としてこれ持っていただくと、はい、そうですね、次に出るヒルンハンド もう何倍にも楽しい、面白いと、はい、面白いですね、はい、そうですね、はい、楽しめるということです、はい、そしてトップラインのね、孫子と、はい、クラウズビッツと、はい、まさし奥山の地政学講座、あ、地政学の本がね、岡山さん売れてますけれども、はい、もっと勉強したい人はこっちの講座をぜひ聞いていただけたら、究極はこちらでございます。なるほどね、はい、まあ、地政学は、はい、いろんな人が地政学の本書いたり、はい、いろいろ地政学的にって言って番組でいろいろ話してるけど、はい、ちょこちょこ間違ってるんですよね、はいはい、でそれをちょっと正したいなということで、和田さんもこれほら音声一緒に作ってるから、そうなんですよ、はい、だからそうなんですよね、はい、ちょっと残念なんだけども、僕、はい、奥山さんの弟子になっちゃうんですよ残念じゃないじゃないですか、弟子筋になっちゃうんです、残念、弟子筋になっちゃうんで、そうなん、割とこの人地政学間違えてるなって思うんですよ、はい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 、奥山理論とちょっと違うなということは分かってしまう、はい、そうですね、そうなんです、はい、はい、そういうことで